メッチチャンネルです。メッチ、本日はワイモバイルの切り替えして、電話の切り替えの、まあ、ソフトバンクとかドコモとか au ですね、そこからワイモバイルに変える方法ですね。あと届いたんですよ、紙と、SIM カードですね。 SIM カード、僕の場合は SIM カード単体で今まで使ってた機種を使おうと思ってね。ステップ1、 SIM ロック解除の手続き、まあこれはそのね、そちらに契約する前に SIM ロックは解除は言うほど難しくないですよ。それもやってくださいね。でその後ですね、回線切り替え窓口へ電話、これは Y モバイルカスタマー切り替え窓口に電話しないといけないですね。まあ、こちらの方は、午前10時から午後7時までやってますんで、まず電話しますね。電話してください。それが、まあ、流れで音声ガイダンスなんですよ、うん、僕もやりましたけど、それがまず自分の使っている電話番号を入力する、契約時に指定の、4桁の暗証番号を入れないといけないんですよ。入れないといけないんですよ。だけどあれ忘れたわってなるじゃないですか、その契約者に忘れたわって、まあワイモバイルでもうちょっとの日数で忘れる時もあるんですよね。僕も忘れたんですよ、まあ、忘れたんですけど、あのそこから何回も失敗してたらオペレーターにつながりました。そこから生年月日と、うん、名前言ったり、そのちゃんと本人確認が取れたら、あの切り替えしますっていう形になりましたね。それやった後に切り替え確認があるんですよね。結構長いんですよね、こういろいろこう話されるんですよね。で切り替えますかっていう話がありまして、はいしますって1かなんか押したと思います。でそれで切り替えました。切り替え完了という形になりますね。でそっから、大体もう早かったな、10分、20分ぐらいに圏外になったんですよ。カードを刺すっていう作業なんですよ。でカードはこちらですね、この携帯のこの横にポツッとあるんですよね。ポツッとあるんですね。 iPhone 買ったらなんかこう刺したことないですかね。なんかついてるんですよ、針金みたいな、こんな丸いこう。でそういう時意外ともう買っちゃったらなくすんですよね。そういう時はもうこの押しピンとか、こういう押しピンでいいですわ。押しピンでこの穴にこう出てくるんですよ、出てくるんですよ、出てくるんですよ。これに新しい SIM カード、この Y モバイルだ、もう今切り取ってるんですよ。このここに入ってるやつをね、このトレイに入れて、トレイに入れてまた刺すって感じですね。これで OK ですわ。刺したら、ね、アクティビティがなんかバーってなって、僕よくそんな知識ないんですけどってなっていけたんですよ。意外と簡単やなって、店舗行かんでもいけるなって思いましたね。店舗さんは安心で全部やってくれるから、手取り足取りやってくるのでいいと思うんですけど、ちょっとでもあのね、無駄をなくしてやろうと思うんであれば、あの個人でやるのはいいと思います。めっちゃ熱車、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。めちゃめちゃ。